か。ほら起きる、朝ごはんできたよ。まあもういいって、朝いらねえって。バカ言ってんじゃないの、朝ごはんは一日の頭のエネルギーの元になるんだよ。あーもう女の子がそんな目やにつけた顔で可愛がってきなさい。うざやろ、私は誰の差し出も受けないね。しょうがないわね、うん、どれ、こっち向きなさい。ちょ、もうほんとマジ勘弁して、二日酔いなんだって。いい年こいてそんなになるまで飲むんじゃないの、シャキッとしなさい。ほら綺麗になった、女の子は綺麗にしないとダメ。おはようございます。あれいい匂い。あらおはよう。おはようございます。あんたたちこの子の世話ちゃんとしてんの。本当にもうしょうがない子たちなんだから。ご飯どうするの、大盛り中盛り。じゃあ中盛りで。何言ってんの、そんな痩せた体で。男の子はねちょっと太ってるくらいがちょうどいいの。ご飯は中盛り大盛り。いや僕もう食べてきたの。何言ってんだ、そんなメガネかけて。しっかり食べないから目悪く。銀さん。え、誰ですかあれ。あれだろう、母ちゃんだろ。え、銀さんの。いやいや俺家族いねえから。おめえのだろ。すいませんね、なんか物食べながら喋るんじゃないの。すみません。ちゃんと噛むんだよ、20回噛んでから飲み込みな。言っとくけど僕も母さんは物心つく前に死にました。かぐらちゃんでしょ。私のマミーもっと便秘にある。それに今は星になった。母ちゃんだよ、八郎の母ちゃん。八郎って誰だよ。つが八郎の母ちゃんがなぜうちで母ちゃんやってんだよ。うちの田舎じゃね、母ちゃんはみんなの母ちゃん。これうちの息子の八郎なんだけどさ、5年前江戸に上京してから音信不通で、この町で働いてるのは確かなんだよ。一緒に探してくれないか。あんたに真実ないなんてつかめやしない。深読みしてんじゃねえ。気持ち悪いんだよクソババ。金だ金。整形美人なんてみんな似たような面してるじゃねえか。予想ぐらいつくだろう。こんな感じか。ちょっと何やってっすか。整形じゃないよ、それただのズラですよ。いやいるよ、ネバーランドあたりに結構。ネバーランドねえよ、あったとしても外出てこれねえよ。つーかな、お前らこれ整形じゃねえんだよ。毛しか書いてねえじゃんか。私ビューティー有明コロシアム毎週見てたんで、やらしてよ。できた。おい教科書の写真じゃねえんだよ。あーやめろやめろ。まあいいね。あれこれちょっと行くね。おい。あそうですね、いそうですよね。これお台場あたりとかに結構。いねえよ、どこにもいねえよ。ボス、オラ八郎。いったー。選ばれたイケメン。あれホスト、これホスト、ホスト銀さん。ああれあの人足短い。ファッションだこれ。何やってんの、早く救急車。何やってんの。この人たち顔色が土色の上、吐き気を訴え。すいません、田舎者なんで勘弁してください。忙しいんで俺たちはこれで。おい、いい加減にしろよ。あれな、足の短さをごまかすファッションで。お宅には関係ない。それが大ありやね。のう、かんひちくん。かんきちです。実はこのかんぱちくん、うちのおじきの親戚。これからも帰るつもりはない。ほう、ほな連れがどうなって。超もう痛い、痛いしうるさい。ライターなんやったらコルツに飲みますか。戻して、焼酎水割り7対3で話を持って。焼酎3ですか、水3ですか。お前にあげたんちゃうっちゅうねん。それ使って火つけて言うとんねん。火打ちしょころぶれちょうすな。ああ何さらしてくれとって。高かったねんど。焼酎や、戻して話を元に。焼酎さんですか。せやから焼酎さんやで。元に戻して話。焼酎さん何飲みますか。焼酎さんちゃうわ。俺がさ、ガッチの超やっぱん的に申しょ。クリエイトや。あれだよ、よく噛んで食べるんだよ。しつけえな、何回同じこと言うんだ。これまで1回目だよ、騙されないよ。あたしゃ